はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。外役デッキ製造工場へようこそ。本日なんですが、見てください、このカウンターバナの数。本日はですね、カウンターバナデッキをねご紹介していきたいと思います。あのカウンターバナって、まあ、世界一強いカードじゃないですか。相手のチェーンを許さない、もうあのスペルスピードが速いから、カウンタートラップはカウンタートラップでしか無効にできないんですよ。このね、最強のカウンタートラップをね、なんとですね、今回はね、1、2、3、4、5種類かける3枚15枚カウンタートラップ15枚ぶち込んだカウンターバナデッキです。はい相手の効果をね全て無効化して、完全制圧をねしていこうと思っております。で、カウンターバナデッキなんですけども、あの相性がいいモンスターいくつかいまして、まあ、例えばアルテミスですね。アルテミスはカウンタートラップを発動すると1枚ドローできるっていう効果、単一なく使えるっていうのと、あとバルキリアですね。バルキリアは、カウンタートラップをあの発動して無効にすると、まあ、カウンタートラップじゃませんけど、なんか無効にするとあのデッキから天使と光属性を持ってこれる。で、これアリアドネ、あのこいつはね、コストがかかります。カウンタートラップのペンデラム効果でカウンタートラップカードを発動するためにライフコストとか手札コストがなくなると、でさらにこいつ破壊されると、デッキからカウンタートラップ3枚見せて、その中から1枚を手札に加えるっていう効果を持ってるんですよ。で、こういう効果を使っていきたいんですけれども、あの結局ね、カウンタートラップデッキって何がその弱点か、やっぱね、打点なんですよ。その要は下級モンスターが弱いから、その上から殴られて死ぬっていうパターンが、効果発動されずにとりあえず上から殴られて死ぬみたいなのが一番その負け筋としてあって、でこれをケアできるのがまずオネストですね。オネスト、これはまあ光属性モンスターなんで圧倒的相性がいいのと、やっぱ戦士族だから、あのバルキリアで持ってこれますから、まあ相性がいいっていうのと、あとね、やっぱりね、現代遊戯王においてアタッカーとして欠かせないカード、これがフュージョンデスティニーで、フュージョンデスティニーで、まあ、デストレフェニックスが出していくんだけど、これがね、何が強いかっていうと、解放のアリアドネを割れるんですよ。あのアリアドネって破壊されるとカウンターワナサーチできるんで、実質デストロイフェニックスで相手のカードを割りながらカウンターバナサーチしてるっていう、なんかやばいこと起きるんですよねこれがめっちゃ相性がいいと。でさらに天国、やっぱね、セットカードを多用するデッキって、そのハーピの羽防御とか、あとライトニングストームとかでバックを全部っ破されるのがめっちゃきついんですよ、まあ、これを天国でケアできるっていう、もうね、噛み合いまくってる最強デッキができたんで、はい、あのぶちかましていきましょう今回は。ちなみに高校の勝率えぐい低いです。デュエルスタンバイ、先行取りましょう。よし、先行はいただいた。このデッキちなみに高校の勝率はほぼ 0% に近いからな、まあ、カウンターの性質上しょうがないんですけどね。誰もいないじゃんモンスター、やば。え、これ神の摂生でどうにかしていかなきゃいけないと、これきついな、まあ、とりあえず挨拶で天国の王を見せつけて、でこれね、アリアドネがめっちゃ強くてね、あの神の摂理が無コストになるんで、一応なんで、割とこれでうららって言われたら結構きついけどね、普通に。普通にきつい。あー、きついわ。めちゃきついわ。これめちゃきつい。アタッカーアタッカーってか、出せるモンスター0匹なのやばくね、これ。まあ、ドヤ顔エンドするしかないよね、これ。これは弱い。いや、このね、あのパーシアスくんね、あの手札に来ても何もしないから、あんまり強くないんだよね。ただやっぱ入れとかできないから2枚ぐらいは。でゴードン効果、いやゴードンはもうこれ打つしかないんじゃないかな。で神の摂理打ち込んで、これ本当は神の摂理で魔法カードをしてないと無効のなんですけども、アリアドネの効果によってコストがいなくなってるんで、あの普通にね、あの発動することができるっていう。で天国の王の効果使って、天国でポイッてやって、で天国効果、カードをセットしていきましょう。フュージョンデスティじゃないですかね。あー、足が来た。まずい。やばいぞ。やばいぞ。転移双剣か。アシュナーからの、まあ、アシュナ一体でリンクして。いや、でも手札によるな、相手の。相手の手札によるんだよな。転移の小僧来た。小僧ズチェーン来た。からの、タイヤ。うわー。いやでも言うてこれ8でしょ。えこれ手札によるんだけど、これなあれですよね、まあ石章出てきて石章でサーチ入るけど、まあ言うて源流族のコストとかなければ、一応龍炎は出てこないからワンチャンある、まだわかんない。で石章ね、で石章シンクロ効果
で関所で源流族、あ、間違えた、双剣カードを手札に加えるか除外する、はい。でタイヤ効果で、デッキから墓地になんか双剣を送れる効果、いいよ。天国の王だけでドヤ顔してんのやばいな。あー、なるほど、バウンスね、バウンスマン。まあでもフュージョンですね、バウンスだと別にいいし、天国の王バウンスだともそんな痛くないし、まあそんなになんだよね多分。で、あー、それはきついね。いやー、これ流煙入られてバロネス入られたらさすがにきつい。あー、大丈夫だ、多分大丈夫、これはこれは大丈夫。よっきょ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 っ、耐えてる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 、ドロー、あー、神通か、オッケー、神通。まあとりあえず圧倒的に、圧倒的にフュージョンデスティニーは打たざるを得ないね。でフュージョンデスティニー打って、でここもうウララ飛んでこないと思うから、さすがにここ打って、でよしよしよし、いいぞ、通る。こことこれ墓地送ってフュージョンデスティニー効果、ぶっ壊れモンスター攻撃表示で出していく、はい、オッケー、よし、打点下がった、いいぞ、普通に戦闘で突破できるぞ。さあ、この天国もアタッカーとして運用していくぞ天国の王はアタッカー。いや、これ暗転が一番きついのか、暗転があると、沸騰されるんだよな。まあでも一応チェーンできるから大丈夫だね、デストロイで。さあ、暗転があるのか、さあどうする、関翔くんの効果発動するか、関翔くんの効果発動する、関翔くんの効果発動して、あ、でも暗転だったらあれか、さっきあれだよな、あの竜装権限で何だっけ、竜炎持ってきて出してるから暗転はなそうだね。暗転だったら絶対バロネスって出してるから多分、まあこれはまあ効果使うしかないな。でここでコストとしてね、めっちゃ強いカードがあるんですよ。それがこの解放のアリアドネっていうカード。このアリアドネを叩き割るとアリアドネの効果でカウンタートラップをサーチできるんですよ。これがデストロイフェニックスガイとめちゃくちゃ相性がいいところ。コストにした時にめっちゃ強いっていう。でアリアドネ効果、さあカウンタートラップを、いやこれはまあ神系、これ特殊召喚系だけど、あれ神系でいいんじゃないか、神系神系神系で好きなやつ選びな好きなカード選びなOK で天国の王でぶん殴りは止まらないよ。そしてデストロイフェニックスガイさんもぶん殴っていく、はい、 OK でメイン2入って、でカードをなんかわかんないカードを2枚ほどセットして、よし、いいぞ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 、これはこれは非常にいい、ディモールドいい。で相手手札は、1枚竜装権限で1枚なんかわかんないカード、今引きカードね。でゴードンは止める手段ないのでどうぞ、特に何もありません。魔法カードトラップカードを止めるカードないんで、いやーでもこれで郵送権限から、いやでもさすがに神系と神通強いけどな、警告と通告があるんで、まあ、モンスター効果1回無効できるし、特殊効果も無効にできるしみたいな感じなんで、だいぶ強いと思いますけどね。まあ竜炎とかも無効にできるし、まあ、それは無効にできない、はい。で竜炎くんはいいです、大丈夫です、竜炎くん把握しました。で竜炎くん効果は余裕で通告しますけど、あーなるほど、エクレシアはまあでも別になんかその効果発動で無効にしてもいいから、効果発動ね、効果発動ね、これ効果発動で警告だね。竜炎でしょ、あれあれ最後竜炎だから、こうして、はい、で1500番受けながら、モンスター効果無効にしていく、はい。で竜炎効果で出てくるが出てこれないオッケーオッケーオッケー、出てこれない、出てこれないはでかいよ。もう一応これを破壊されちゃうから、デストロイフェニックスガイの効果で、自身をコストにして相手のフィールドの今癖を破壊していく、マスターズオッケーオッケー。でデストロイフェニックスガイの効果数バカなるかいオッケー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 、よし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 、いいぞ、ドロー、アルテミス、いいぞ、
ダッシュ外の効果を発動する必要はないな、もうほぼない。行こう。デストロイフェニックス外を特殊召喚。ずっとチェーンしてんね、あれね。なんだろうね、抹殺2枚目とかですかね。まあアルテミス召喚しますか。これで打点足りてるかな。足りてそうだな。さあゲーム終了のお時間だぜ。対戦ありがとうございました。デストロイフェニックスダイレクト行け。天国パンチ、天国押し置きパンチ。なんか知んないけど勝った。さあ合金一発ぶち込んじゃっていいな。一発ぶち込む。合金発動で6枚除外。プリ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 で、プリ。なるほど。これすごいな。これカウンターはな、5枚セットっていうなんか意味わからんこと起きるぞ。強そうだな、強そうだな。ライフ残ってるかわかんねえけど、これだいぶライフの残されないぞ。これ神戦神戦神戦みたいなことすると、4000、2000、1000みたいになるぞ俺のライフ。大丈夫か、これライフが足りるか、かなり怪しいな。だいぶ希少い動きがしますね。キモすぎムーブと言っていいでしょう。楽園開幕、ああ楽園開幕。まあちょっと一回神経打つわ。で神経打って、で神経で相手の魔法カードの効果を無効にしたため、バルキリアの効果発動。バルキリアは相手のマジックトラップモンスターの効果を無効にした場合、デッキより転移速モンスター1体を手札に加えることができる。まあ一回こうですね。神戦はあとペンタラムスキルにセッティングするアリアドネがあるので、あー召喚無効。キモ、ほんでキモドン。絶対に何もさせないデッキ。あ来た最強モンスターで、一回アルテミス召喚して、でバトルフェーズかな。まあ本当だったら初手は絶対アルテミスがいいんですよ基本的に。アルテミスってターン1ないので、めっちゃドロー、まあ、要はバルキリアはサーチはターン1なんですけど、アルテミスってターン1ないんですよ。だから今のもしこのバルキリアのところがアルテミスだった場合、もう2枚ドローできてるんですよね。だから1枚もう1枚アドバンテージ稼いでるって感じなんで、まあ、アルテミスの方が基本的に強いです。あー召喚無効。おっさん、おっさん出てきすぎだろ。おっさん出てきすぎ問題。はい1枚ドロー。オッケーで今設備もあるんで、モンスター効果無効にできるのと召喚無効が1回あって、魔法トラップカード1回無効もありますね。はいセット、なるほど。お前怖えじゃねえか、なかなかやるじゃねえか。俺のターンドロー、パーシャス来た、いいだろう。これはそうだな、1回オネスト召喚かな。オネスト召喚して全員でぶん殴ればいいんじゃない。ラテある、足りてるこれ、打点足りなそうじゃねこれ。これもしちょっと残る、え、あちょっと残る。いや100残る、マジか、100残るマジか。まあでも一回オネストを回収して、で神系よりも一回パーシアスの方がいいですね。でパーシアスで一回無効にして神戦かな多分。順番がちょっと逆だとやばいので、一回パーシアス打ってから神戦ですね。神戦打ってからパーシアス打てないんで、あのライフコストないから。あ、やっぱアリアドネがねあれば別なんだけど、セット、なるほど。おビビってるぞ相手、相手カウンタートラップにビビってるぞ。合金、なるほど、合金も打っちゃうか、合金打っちゃおう。合金打って、6枚除外して、で2枚ドロー、カウンタートラップめっちゃくるな。で一応相手の守備力がめっちゃ高かったことを想定して、オネストは残しておいたらいいんじゃないかな。でダメしてオネストぶん投げたらいいんじゃない。よし行こう、何かわかんないけどコンセプトモンスター。ああ、ダメしていいですか、オネスト打点アップバゴーン。オーゲイ。さ
さあエッジインプチェーンの効果、それをリンネのパーシアスでぶち止めていく。リンネのパーシアスの効果によって神の結構をコストにして、神の結構を墓地をクリデッキよりパーシアスモンスター一体を特殊召喚できる。現れろモンスターを特殊召喚、エンジェルパラディン、あっパーシアス相手何もできてないぞ相手何一つできてないの、めっちゃおもろいな。何もできてない、まあ、ライフ500対100だからなんかすごいいい勝負してるみたいな感じしますけどね、ええまあ、デュエルの内容はただひたすらにカウンタートラップで相手の嫌がらせをしていた俺の勝ち。もうなんかサレンダーしてもいいぐらいだけどな、もうこれ高校と、まあでもフュージョンディスティニーあるから、まあ高校からでもワンチャン負けれるかもしんない。天気、はい。ただなんかフュージョンディスティニー前になんかカードを踏む効果がないんだよね、あのこのデッキほぼ。なんかその他のデッキやったらさ、なんかいろいろやって相手の妨害踏み切って、で最後の最後にフュージョンディスティニー打って、でデストロイフェニックス外でなんかまくるみたいなことできると思うんですけど、まあカウンタートラップデッキの都合上その先行を取んないと厳しいので、非常にあれ高校からまくることはもうほぼ不可能に近いですよね。でこれでリボルトか、まあほぼ無理だなこれ。リガール、はい。で1枚セットで、シムルグで、まあ、特殊召喚フュージョンデスに打てないと、これで結界像出てきて、今でも結界像は一応ぶん殴れるかもしれない。ワン無理か、リボルトだし、あ違った、何これ、あダークシムルグだ、ダークシムルグじゃん、ダッシュが弱っ、マフージ、えダークシムルグってさなんかセットできなくなるみたいなやつでしょ。このカードがモンスターの存在だけど相手はカードをセットできない、セットできない、セットできないは無理じゃねあれちょっと待ってください、皆さん冷静に考えてください。カウンタートラップデッキって言ってるのにセットできないはさすがに無理だよ。でこれアルテミスピートもできないし、えこれどうすんの、何もできないけど、これアルテミス召喚することしかやることないけど、カウンターはなセットできないよ。え俺これアルテミス出しただけなんだけど、このデュエルどういうこと